情報学は地理学や地球科学に関する諸問題に接近するために情報学の基盤を利用し発展させてきた学問及び技術、工学分野との関係がある。英語のジョニアファーマティックスは地球情報学のほか、地理情報学、地理情報科学、空間情報学、空間情報科学、空間情報工学、情報知質学、 ジオインフォマティクスなど様々な訳語が使用されている。地球情報学は空間情報の取得、分類、条件付け、蓄積、加工、図化、公開及びこの情報の最適な利用を保証するための必要なインフラを含む空間情報の構造と特性を扱う科学及び技術、または地理空間情報の取得、貯蔵、加工、公表と普及に関する技能、 科学、または技術であると記されている。ジョバマティックスは、地球情報学の意味合いを含めて用いられる、類似概念であるが、より調査に力点を置いて用いられる用語である。地球情報学はその中核に、空間情報データの取得、分析、可視化のプロセスを支援する技術を持っている。ジョバマティックスと、地球情報学はどちらも測地学の理論と、 実践的な意味に大きく依存している。また地理学と地球科学は地理情報システムによって分析された遠隔撮影画像から得られたデジタル空間データや雷誌はコンピュータのスクリーンで可視化された空間データに急速に依存している。地球情報学は空間分析とモデル化地理空間情報データベースの発達情報システムデザイン 人とコンピュータとの関係、優先、無線のネットワーク技術を結びつける。地球情報学は地理情報の分析のためにコンピュータと可視化を利用する。地球情報学には以下のような分野がある。地球情報学の調査はグローバルからローカルに至るまでの環境、エネルギー、セキュリティプログラムの支えを得てきた。オークリッチ国立研究所の地理情報科学、 技術グループはアメリカ合衆国エネルギー省を含む様々な部署によって支援を受けている。アメリカでは地球情報学分野に関する理論や応用的研究を行う唯一の機関である。都市計画、土地利用管理、カーナビゲーションシステム、仮想地球、公衆衛生、国や地域の地名時点管理、環境モデリングと分析、軍事、 交通ネットワークの計画と管理、農業、気象、気候変化、海洋学、海洋と大気を結びつけた、モデリング、企業の立地計画、建築学的、考古学的な再建、電気通信、犯罪学と、犯罪シミュレーション、航空、海洋交通など多様な分野で利用される。天然資源の持続可能な管理において、空間スケールで諸問題の評価、監視、 モデル化の重要性は世界中で認識されている。地球情報学とその技術は学問、産業、商業部門、環境団体、行政機関、政府、調査、研究機関、国家の測量、地図作成機関、国際団体、国際連合、緊急通報受理機関、公衆衛生や疫学、犯罪の地図化、交通とインフラストラクチャー、情報産業、 GIS コンサルタント、観光業、電力会社、市場分析、電子商取引、交算資源探索等において方向性を決定する上で重視されている。多くの政府組織と非政府組織が空間データを自らの日々の活動のために利用し始めている。ありがとうございます。